新年明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします、まあ、2020年もね、いよいよスタートということになりましたけれども、皆さんはね、昨年2019年はいかがでしたでしょうか。僕はね、年末、12月30日ですけれども、2019年のね、まあ、最後の、動画ということで、生配信をさせていただきました。まあ、31日はね、ちょっと動画を出すことができなかったので、まあ、実質30日が最後ということだったんですけれども、その生配信はね、まあ、オンライン忘年会とね、称しまして、僕自身にね、お酒を飲みながら、そして、視聴者のね、皆さんにも、まあ、お酒やジュースをね、準備していただいて、オンラインでこう繋がった状態でのね、忘年会をね、させていただいたんですけれども、まあね、まあ、見ていただいた方はね、まあ、ご存知かとは思いますけれども、本当にね、飲みすぎましたね。本当にベロンベロンにね、酔っ払っちゃいました。生配信のね、後半は僕自身ね、もうろれつもね、回らずに、まあ、尻滅裂なね、言葉をね、繰り出していたようなね、状態で、まあ、散々なね、生配信になってしまったんですが、実はね、問題がね、ありまして、その生配信の後なんですけれども、次の日の12月31日、大晦日なんですけれども、朝起きるとね、まあ、盛大に、二日酔いですよ。久々にお酒を飲んだっていうのもね、あったんですが、頭はね、もうほんとグワングワンしてるし、胃の方はね、もうひっくり返っちゃって、マーライオンのごとくね、ウェーっとね、こうやってしまいました。で、ほんとね、二日酔いの気分の悪さって最悪ですよね。もう昼過ぎまでね、まあ、4時とか5時、もう夕方近くまでね、本当に気分が悪くて、もうあまりのね、気分の悪さに、もういっそこの瞬間、巨大隕石がね、地球に落ちてきて、もう人類が滅亡しちゃえば、もうこの苦しみからね、解放されるのにね、もうアクシズカモンみたいなね、ことを考えていましたので、まあ、2019年ね、僕の方はなんやかんやありましたが、まあ、最終的には地球の滅亡を願うという、年になってしまいました。そしてそのね、二日酔いの最中、最悪な気分の中、僕頑張りました。頑張って G 団のね、2020年の新オープニングというものをね、作りました。ということで、その新オープニングですね、ぜひご覧ください。これね、短いオープニングではあるんですけれども、結構めんどくさかったんですよ。いろんなね、いろんなものをいろんなところにこう配置してっていうのもね、まあ相当めんどくさくて、で、ね、二日酔いの中それをやってましたので、まあさらにね、さらにこう、精神的にもね、肉体的にもこう、うっとくるようなね、感じの作業だったんですけれども、なんとかね、1月1日に間に合う、ね、間に合わせることができました。最後のね、こう、じゃーん、じゃーんみたいなね、なんかいいですよね、こう勢いがついてね。まあそういった勢いを持ってね、2020年ね、まあ、スタートを、切っていきたいなというところですね。で、あと、年末のね、生配信で僕酔っ払ってしまってね、言い忘れてたことがね、少々ありまして、まずはね、目標ですね。生配信の中では、まあ、毎日、配信。合計で、1000配信。まあ、動画1000本っていうわけではなくて、動画とブログで、まあ、500で1000とかね、適当なことを言ってましたけれども、まあ、これはね、あくまで、こう、目線の高さっていうかね、目標で、自分のね、こう、目標としては毎日配信なので365本の動画、そしてブログも、それに応じてね、書いていきますので365記事のね、まあ、ブログっていうのをね、目指していくんですけれども、この目標ってね、実は僕毎年これを掲げてたんですよ。掲げてたんですけれども、やっ
ぱ毎年それクリアできないんですよね。で、まあ、よくよく考えてみたら、やっぱりこう、毎日配信を目標にしてたら、その毎日配信にこう、届かずに終わってしまうんですよね。じゃあ、どうしたらいいかっていうことを考えると、これを上げてしまえばいいんですよね。この目標を上げてしまうと、届かずで終わっても毎日配信はクリアできるからというね、まあ、そういった単純な、考えでね、まあ、1000というね、数字を上げて、まあ、500動画、500ブログの記事っていうところを目標でいくと、まあ、365にね、到達できるんじゃないかなというところでね。で、毎日配信をね、動画でやろうとすると、結構ね、動画のストックっていうのがね、必要になってくるかなというふうに思ってまして、動画のストックはね、年末に作っておこうと、思ってはいたんですが、今現在ね、0本です。全くできてません。なので1月中は、毎日投稿っていうのはね、まあまだ難しいと思います。で、まあ、いきなりね、最初の月からね、まあ、できませんみたいなことをね、言って、まあ、情けない感じではあるんですけれども、まあ、一応、毎日配信、に、こう、どこかのタイミングで切り替わっていければな、というね、ところで。で、年終わったね、12月末の段階では、もう毎日配信がちゃんとできるようになってますね、っていうのが、まあ、僕の、中のね、理想なので、まあ、そこを目指してね、頑張っていこうと思います。で、それをね、やるにあたって、まあ、こういったものをね、僕買ってきまして、これはね、カレンダーですね。まあ、100円ショップで買ってきたカレンダーと、このシールなんですけれども、このシールがね、ちょっとこう、丸い点々のね、こういったシールなんですけれども、この動画を出した日に、シールを貼っていくんですよね。で、これで、まあ、ちゃんと、動画が出せた時はシールを貼ってっていう感じでね、こう、どん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 こう、シールが貼り付けられていってね。まあ、こういった、ことでね、自分がやってきた、この、行動っていうのが、こう、可視化できると、結構続くんじゃないかなということで、これはもう去年やった、ダイエットのね、うまくいった経験からね、ダイエットはね、こう、体重をずっと計測していったんですけれども、そのグラフがね、結構励みになって、なんかダイエットをサボらずね、やれて、サクッとね、15キロぐらいね、痩せることができましたので、それをね、応用してみようということで、こういったものをね、買ってきました。で、このシールはね、5色あるんですよ。今、青ですけれども、青とか赤とか黄色とかね、いろいろあって、その5色で、1つの色に、1つの色が、各ね、650個ありますので、まあ動画はこの色とかね、ブログはこの色とかね、あと、まあインスタとか、Facebook とか Twitter も、まあ同時にね、やっていきますので、それぞれ色を変えて、ちゃんとね、発信できたら、その分でね、ペタッとシールを貼って、で、実はね、こっちよりもね、僕はこっちが重要なんですよ。こっちはね、いくらね、シールをバーッと貼っていっても、結局1月が終わったら次に2月っていうことで、こう1回リセットされちゃうんですよね。で、リセットされちゃうと、やっぱ可視化っていうのはね、なかなか難しいですし、こうシールをね、たくさん貼ったからといって、どのくらい進んだかっていうのがよくわかんないんですよね。で、それを、まあ、こっちでね、補填していくんですけれども、このね、シールが、こう、どん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 なくなっていくわけなんですよね。で、このなくなっていくのが、ゴールのね、365のところにちょっと印とかつけてて、こう、あとどのくらいシールを貼ったら、ゴールに行けるかっていうのを、こっちでね、しっかりと見ながらですね、どん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 こっちから減っていきますので、その減っていく様子を、楽しみながらね、まあ、どんどん減らしていくぞっていうところにね、まあ、集中してやっていこうかなということで、この2つでね、僕は、今年いっぱいね、やっていこうと思います。まあ、これがね、うまくいくのかどうか、僕は途中で断念するのか、まあ、断念するにしても、どういった言い訳を言いながらね、断念していくのかっていうのもね、まあ、注目して、見ていただければなと思います。まあ、断念するつもりはね、今のところないんですけれども、まあまあどうなっていくかっていうところでね。で、一応この目標に関しても、まあ、3ヶ月に1回ぐらいは見直して、本当にこのまま、やっていっていいのか、もうちょっと改良すべきなのかとかね、そのあたりも考えながら、いろいろやっていきますので、その都度雑談動画あたりでね、そういった進捗等もね、お話しできればなと思ってます。で、あと、この、生配信でね、やりますって言ってでやれてなかったことが、これなんですけれども、こうか、ガンダムベースでね、
まあ、8000円以上購入していただいた、このカレンダーですね。これを開封して中身に見ますみたいなことね、言ってたと思うんですけれども、すっかり忘れてましたので、これね、今から開けたいと思います。もう年ね、変わっちゃって、まあ1月1日になっちゃいましたけれども、まあまあ1月1日からなんでね、まあギリギリセーフということでね、こちら、中身ね、見ていきたいと思います。これね、本当にね、楽しみにしてまして、まあ皆さんね、持ってる方もいらっしゃるかもしれませんので、中身ね、どんなのか知ってるよっていう方もね、多いと思いますけれども、僕の方はね、これ中身全然見てませんので、皆さんと一緒にね、確認していけたらなと思います。ではまず、1ページ目、まあ1月ですかね、1月。ああ、1月は、ハロなんですね。おー、あ、なんか結構しっかりしてるな。あ、いいな。こんな感じか。これは、組み立てて、あ、こうなるんですね。こうなるので、裏側にハロが来ますよと。あ、こっちで行くか、こっちで行くかっていう。まあ、カレンダーなので、こっち側をね、向けるしかないんですけれども、どうかな？なんか、変わっていったらね、面白いので、後ろとかにこう、置いちゃうのもいいかな？ちょっと反射する？なんか、ね、月に応じてこれをね、変えていくっていうのもありですよね。うん。いいね、ハロー。で、2月は、もうこっちで見てた方がいいですね。こっちはもう普通のカレンダーなので、これにシール貼ってってもいいな。まあまあ、まあまあ、せっかく買ってきたんでね、こっちにシールを貼っていきますけれども、2月は、おー、イフリとカイですね。裏側はね、デザイン一緒ですね。ただここは2月のね、カレンダーになったということで、この絵が変わってきますね。イフリとカイですね。いきなりハロからのモビルスーツっていう感じでね、いいですね。で、次3月は何かな？ 3 月は、あ、これ、パッケージの画像なんですね。こちらね、ナラティブガンダムのね、チタニウムフィニッシュのパッケージみたいですね。HG のやつですね。これも HG でありますけれども。おー、いいですね。うん、なるほど。ハロー、イフリート、カイで、ナラティブとね、来て、4月はね、なんだろうな。あ、4月。バンシーですね。リアルグレードのバンシー。うん、かっこいいですね。これもね、ガンダムベース限定のやつで、これ光るやつかな？ひょっとしたら。うん、ライトニングモデルですね。このリアルグレードのこう、台座があってね、その光るやつですね。いやー、いいですね。バンシー好きなんでね。4月楽しみですね。で、5月が、まさかのまたハローですね。5月もハロと。ハロ率高いな。で、6月が、フェネックス。HG のフェネックス。で、7月が、おー、いいな、7月いいな。ガンダム。ね。ガンダムベース限定のね、ガンダム。まあ、買ってますけれども、まだ組んでないですね。まあまあ、1月中にね、作業は入っていきますけれども、ガンダム。ですね。で、7月は、おー、ペルフェクティビリティ。そして、お、またガンダム。G3 ガンダム。これは、クロスシルエットですね。SD ガンダムクロスシルエットの、G3 ガンダム。これも、まあ、限定品ですね。ガンダムベース限定の、G3 ガンダムと。で、9月は、おー、これは、ダブルオーダイバーですね。このちょっとこうピンク色がかったというか、まあ、トランザムモードにね、移行した、パターンですけれども、こんな感じでね、ダブルオーダイバーのね、トランザムクリアということですね。まあ、続いて、11月ですね。11月は、おぉ、グフ？これグフのフライトタイプですね。グフフライトタイプ。フライトタイプね、僕、持ってるんですよ。持ってるんですけれども、まあ、開封もしてないし、作ってもね、もちろん作ってもないということでね。まあ、そのうち作ります。そして11月。11月は、おー、シナンジュスタインナラティブバージョンですね。
これ指南術タイムね、だからかっこいいんですよね。うん、いいね。マスターグレードのやつはね、まだ作ってないですね。ま、仮組みはしたけどね、塗装の方に入れてないですね。全然途中の、モデルばっかりですね。で、最後、12月。あれ？これが12月か。ということで、これで終わりかな？11、12ですもんね。うん。あ、結構あっという間だったな。ということで、12月までね、確認していきましたけれども、まあ、この絵がね、まあ、このあたりに僕は、飾ろうかなとね、こうやってさりげなくね置いておこうかなと思いますので、まあ、この絵がね、この指南術タイムが出てくる頃には、まあ、毎日配信がね、できるようになってるんじゃないかなということでね、なってたらいいなという感じなんですけれども、まあ、こんな感じでね1年間頑張っていこうと思います。であと、もう一つ言い忘れがあったんですけれども、生配信ですね。で生配信も、2020年から、毎週やっていこうと、思っています。で、ね、まだね曜日の方は決まってはないんですけれども、多分ね木曜日あたりでやっていこうかなと思ってます。で時間の方は夜ですね。夜9時からか、夜11時からどちらかでやっていこうと思います。で、しばらくはね、いきなり今まで通りのね生配信でなんかこうスケジュール的にこう抑えてやるっていうよりは、はい始めましたっていうような感じでね、始まっていくと思いますので、チャンネル登録してベルのマークのね通知のボタンをオンにしていただけると生配信が始まった時に通知がねポンと行くようになりますし、あと生配信を始めたタイミングで、ツイッターの方もね、ツイッターでご案内もさせていただこうとね、思ってますので、ツイッター等もね、フォローしていただければ、まあ、生配信が、開始した時に、皆さんにね、通知が行くような感じに、なるんじゃないかなと思います。そして最後、動画についてなんですけれども、まあ、毎日配信を目指して、動画をね、出していきますので、結構ね大変なんです。編集が撮影はね毎回作業は進めてますけれども、編集がねやっぱり2時間3時間かかってしまって、その時間がこう押してしまって作業ができなかったりとか、毎日配信がねできなかったりっていうことがありますので、短い動画もね、ちょっと編集が楽な短い動画も、出していこうかなと思っています。でその短い動画っていうのはどのくらいかというと、だいたい1分とか2分とかの動画も出していって、でそれは、ブログのね、動画、ブログ用の動画っていうことで、ブログの記事の中に、ちょっと補足的にね、動画も埋め込んでいって、まあ、1、2分の、ね、動画になると思うんですけれども、動画も埋め込ん でそれもね、1本という風にね、まあ、YouTube に上げますので1本ということでね、ちょっとずるいですけれども、そのあたりもねこう1としてね、数字の1として、カウントして、まあ、365本のね動画っていうことを、ね、目指していこうと思ってますので、まあ、ちょこちょこね、全体的な雰囲気とかはね変えるつもりはねないんですけれども、ちょこっとね、やることが増えるというか、ちょっと違うパターンの動画も今後ね、出て、出していけるんじゃないかなと思ってますので、まあ、今年も1年間ですね、どうぞよろしくお願いします。ということで、今回の動画は、新年のご挨拶と、あと今後のね、時短の流れということを軽く説明させていただきました。それではまた次の動画でお会いしましょう。